っていうあのドラマでそうめちゃくちゃあの面白いんですよ <laughs> ちょっと先にフライングでちょっと曲がね流れたんですけどそうめちゃくちゃ面白いんですよだからそうちょっとみんなにもね見てほしいなと思って今日ちょっとおすすめしてみました「クリミナルマインド」ちょっとぜひぜひ見てみてくださいあの結構あの刑事系刑事系ですね そうめちゃくちゃ「あ知ってる」ってそうあのめちゃくちゃ有名なんですよ。そう有名なんですけど私はあのアメリカバージョンと韓国のバージョンがあって私が見てるのは韓国の方のバージョンなんですけどあのそうあ見てる方も「面白い」とかそう「クリミナルマインド」っていう,そうめちゃくちゃ有名なので。 そうあのー、もうすぐすぐヒットすると思います検索したらなのでねぜひぜひちょっと見てみてくださいということで本日も二十二時半までの三十分間をよろしくお願いしますそれではここで一曲お聞きください東京で知るで夕焼け花火 東京で夕焼き花火お届けしましまた東京自治区山部美恵の「ドリーミングブルーム」まず最初は皆さんから届いたメールをご紹介していきたいと思います。あの今回もね本当にたくさんの,あのメール過去コメントをね本当にありがとうございます。そうたくさん読ませていただいたんですけども事前にねあの今回は。 秋になったということで「みんなの秋は?」をテーマに募集させていただきましたなんかほんとたくさんいろんなのがあって面白かったんですけどまず最初はですねげんさんから頂きましたこんばんはこんばんははい朝晩涼しい風が吹いているこの頃ですがいかがお過ごしでしょうかいやもうねそう本当に涼しくなってきてめちゃくちゃ嬉しいです。はい今回のメーールテーマ あなたのまるまるの秋とはですが、今年は紅葉の秋です。おお、京都が近いので紅葉の写真を撮りに行きたいななんてそのために一眼レフを買いたいなと思っています。とのことです。あ、めちゃくちゃいいですね。う確かになんかね。景色の写真とかってやっぱりね。一眼とかの方がやっぱ綺麗に撮れますよね。えー、いいですね。確かになんか？ わざわざ紅葉を撮りに行ってなかなかねこう行く機会ないからやっぱそう思い立った時に撮るのはねめちゃくちゃねすごいいいと思います <laughs> しかもね自然に減りられるし是非是非ねこれを聞いてねあちょっとやってみようかなと思った方もねいるんじゃないですかねあ紅葉を見に行きたいとか来てますよコメントでもうじゃあね もう撮ったら、ぜひ、ぜひ、私にもあのツイッターとかで送って、ぜひ見せてください。はい、では、続いて、おー、これはちょっとまたピンポイントで来てるんですけど、ラジオネーム・伊佐さんからです。あなたの〇〇の秋とは、ズバリ、芋煮会の秋です。おー、<laughs> 僕は大学の四年間を仙台で過ごしてました。先生たちと、あの。 河原のところで川岸であの芋煮会をやっていたのが思い出ですとのことですなのでお酒を飲んだり巨大な鍋で豚汁みたいなのを作りましたとのことですだから今年も作るんですかねねなんかねソーシャルディスタンス芋煮会みたいな <laughs> これまたちょっとピンポイントなので、ね、なんか見た瞬間にあ結構あんまざっくりした感じじゃないんだなと思ってちょっとねびっくりしました。でも芋煮って私ホテル ハ<も> <laughs> その山形とか行った時にホテルとかに泊まるんですけどそういう時になんか朝ごはんとかで芋煮がねこうビュッフェ形式で置いてあるんですけどそういう芋煮しか食べたことないですねうんでもなんか朝からお芋煮と思うんですよそう <laughs> なんですけどやっぱなかなか食べる機会もないからちょっと食べとこうかなみたいなやっぱ感じでやっぱ食べちゃいますよね <laughs> はいでは続いてドラジオネームミストさんから頂きました。と今回のテーマ「あなたのまるの秋とは?」についてですがとてもベタではありますが食欲の秋です秋は果物が美味しい季節ですが特に梨が好物なのでここ最近は毎朝梨を食べています。 あとは栗やさつまいもさんまなどいろんな秋の味覚があって最高ですとのことですおおいいねでも私もあの冷蔵庫に梨めちゃくちゃ入ってますよ <laughs> なんかねなんかシャリシャリしてて美味しいですよね梨ってなんかまたりんごとは違う食感みたいな感じでめちゃくちゃ美味しいですよねうんね秋の食べ物っていや本当に美味しいですよねびっくりするぐらい美味しい うんあ「みずみずしい」とかね「梨最高」あとかねそう「ああ」って言っちゃったけどそう「ね私も梨食べました」とかそうああねわかるそれめっちゃわかりますほんと食べちゃう秋になったらね食べちゃいますよねやっぱりね秋はほんとにおいしいはいでは続いてラジオネームチーフさんからいただきました あなたの〇〇の秋とは今年はおたかつの秋です今までとは違う日常になっていることもありなかなか現場へ行けなくなったりオンラインを通じて無観客ライブをしてくれたりしています仕事漬けの毎日でオタ活する余裕もなく今日に至っているので好きなことであるライブを見ることやオンラインサイン会の検討などオタ活のことに時間を注いでいきたいですとのことですわあ確かにいいねなんかねまたこれ今までとは違うオタ活ができるっていうね そう今年はね。<laughs> ねえ女子流もねそうね3会とかありますし明日ぜひぜひこれはあのもうおかつしていただいてはいお待ちしています。<laughs> ねもう皆さんもねそうやっぱねやっぱ楽しいことをしてるからそうお高津とかってやっぱね楽しい時間をねたくさん過ごしていただいてはい是非是非ね、まあ、こういうのもねそうなかなかない経験ですから。 そうだからねそれはそれで楽しんでいただいてそうあんまネガティブにねそうな,なる人の方も多,多いと思うけどそうネガティブになってもしょうがないので、はい、そこはね楽しくいきましょう <laughs> はいでは続いてラジオネームはいえーとですねおロイズさんからいただきましたはい今日のテーマですが自分的にも今年は旅行の秋をテーマにしようかなと思っていますとのことです。 おー秋って暑すぎず寒すぎず旅行するのにちょうどいい時期だと思うんですよねもちろんいろいろ対策して旅行しますが個人的には紅葉を見に山に行きたいなと思っています9月の後半は連休もあるのでおあるんだ <laughs> はい千葉にも旅行に行きたいと思っていますとのことですあ私のおすすめスポットがあれば23個教えてくれると嬉しいですはいいやそうですねでもなんか 山、ね、ですもんね山かちょっとあれなんですけど <laughs> そっちの名前がめちゃくちゃ出てこないんですけどなんかねジブ,ジブリみたいなそう結構観光客の方は多分結構ね話題だったので行ってる方多いと思うんですけどなんかジブリのなんかモデルにもなったみたいなところが、うん、噂で聞いたんですけどあるらしくて <laughs> なんかねそう川,川があります。 はいでなんかそこに洞窟があるんですよなんかそこで写真を撮るとなんか光も入ってちょうどいいみたいなそうなんですよ。ねあのこぎり山」「のこぎり山」り山ってよく聞きますけどなんかそんな登ったことないからそういいのかちょっとおすすめできないんですけどそこはそうさっき言った洞窟みたいなところはそう巻いたことあるんですけど結構。 そう、あの素敵な写真撮ると結構いい感じに撮れたので、ぜひぜひね。行ってみてほしいなと思います。<laughs> そう、中桐山は行ったことないんですね。残念ながら。<laughs> そう、逆にありますかね。皆さん行ったことはい。では続いて。 続いいいてのラジオネーマーマでですねうんいいですねねほうちゃんからいただきました今年の秋もやっぱり食欲の秋になっちゃいそうですお芋系のスイーツとかめっちゃ好きだしちょっと肌寒くなってきたら鍋とか食べたいですねああとみゆちゃんの私服もひそかに楽しみにしています新しい服着て,着てるのを見るとおっってなるのでとのことですおおありがとうございます <laughs> いや秋は本当にねなんか寒すぎず暑すぎずちょうどいいですしご飯もねめちゃくちゃ美味しいですしでなんかねもうほんと充実的にもう一生秋でいいですよね本当にそれは思います <laughs> ね一生秋がいいです秋が一番好きな季節なのでうん本当に夏はねもうなんかほんと夏はまあ好きな人多いんですけど私はねちょっとあんまり苦手なので。 そうもうなんかあの本、ー、当20日間ぐらいで過ぎ去ってくれたら本当は嬉しいんですけど <laughs> そうあっという間に過ぎ去ってほしいなっていうのがあります、はい、では続いてラジオネームフジモンさんから頂きましたペイさんこんばんははいこんばんは。 うん、勉強の秋にしたいかなと思っています。趣味にしても、もっと身につけたい知識や技術がたくさんありますので、そちらの勉強にも取り込みつつ、過去に挑戦しようかなと思っていた。資格の勉強等も家にいる時間が増えた今。今取り組めたらいいなと思っています。あ、めちゃくちゃいいですね。これね。なんかね。そう。時間が増えたからこそね。なんかね。資格今までちょっとね。そう。 ななんかやろうやろろううとと思っっっててたことっていっぱいいぱあるじゃないですかでもなんかあんまできずにいたみたいなそう思ってただけみたいなだからそういうのをね今こそねやった方がいいですよねそうえー、めちゃくちゃいい、えー、勉強いやめちゃくちゃ大変ですね2つ勉強しなきゃ2つ最低この話聞いてる限りだとまあ仕事にそう趣味とかね知識技術で あとは資格の勉強ってことは最低2つってことじゃないですかいやーそれはね確かにちょっと頑張ってねいただきたいですねねひぜひとってねそう将来の自分にねつながるといいですね頑張ってくださいはいでは続いてラジオネームはいえー、とジョントさんからいただきました「〇〇の秋といえば月見の秋」月見といっても月を見るわけじゃなくて月見バーガーをくすという方です 普段あんまりバーガーを食べないのですが、秋の月見バーガーは毎年の楽しみ。しかも今年はふわとろとか早く食べたいですとのことです。おお、いやわかる。月見バーガーってめちゃくちゃ美味しいですよね。そう、私はお先に、はい、あの月見バーガーいただきました。<laughs> めちゃくちゃ美味しかったです。でもねファンの方でも多分このあの配信を聞いてる方でも多いと思うんですけど。 そうもうねジョンとさんより一,一足先にね食べたよっていう方いっぱいいると思いますそう私にもいっぱい写真来たのでツイッターの方で <laughs> そうやっぱみんな食べますよねねわかるじゃっとバーガーとか言われるとなんか食べ食べたくなっちゃいますよねはいでは続いてラジオネームあでもはいまたねはいちょっと続けてなんですけどあの大豆さんも 食欲の秋でそう月見バーガーを食べてみたいってそう来てるんですよ。そう、スキンバーガーでも食べたことない方もやっぱねいる,いるんですかね。そうなんか、瞳はでも瞳も最近食べたって言ってたな。そう。あのここ何年か前ぐらいに初めてスキンバーガーを食べてみたって言ってて、ちょっと衝撃をきたんですけど、そうね。でもめちゃくちゃ美味しいんですよ。本当に。 あ、今日はケンタッキーのチキンバーガー食べました。いいですね。そのち目玉焼きのね、そうあの黄身の部分がちょっと出る感じのね方ですよね。ケンタッキーの方は、<laughs> そう詳しいっていうね、そうバーガー好きなんで、そう詳しいんです。<laughs> はい、では続いてラジオネームを吉丸さんからいただきました。ちょっとまた新しいんですけど、はい秋といえば睡眠の秋です。 はい夏は結構寝苦しかったり暑いとテンションが上がって寝たくても平気だったりしますが秋になって涼しくなるとやたら眠くなってきます夜も長いのでよく寝るのが秋の過ごし方になってしまいましたとのことですあーでもねそうですよねなんかねわかるそう夏って結構なんか夏休みとかもまああるからかもしれないんですけど結構なんか オールしちゃうことって多くないですか, <laughs> なんかまあまあ次の日ちょっとお仕事遅いしちょっと遅くまで起きちゃおうかなみたいなその見たいテレビあるしみたいな見たいテレビが夏って結構多いからなのかなわかるだからねなんかそのね分が秋に来ますよねそう寝なかった分みたいな <laughs> だからねちょっとたくさん寝ていただいてそのパワーをねつけていただいて <laughs> ね、秋も頑張ってくださいということで他にも本当にねあのたくさんの,あのコメントとかをね頂い,いて本当にありがとうございますなんかみんなさまざまなそうなんか私じゃあこう思いつかないような秋の過ごし方とかもあって面白いなと思いながら、はい、読ませていただきました、はい、ではここでリクエスト曲に行きたいいと思います今回はですね ちょっとあのー、久しぶりの曲を皆さんに聞いてもらおうかなと思っています今回はそしてトールさんからのリクエストですそれでは聞いてください。東京自主流でゲーム 東でゲームお届けしました東京寿司流山部美優のドリーミングブルーム続いてはベイちゃんの1曲はいこのコーナーは私がみんなにおすすめしたい1曲をご紹介させていただくコーナーですはい今回皆さんにあのおすすめしたい1曲はこちらジュースジュースさんのビタンさんですはいこの曲はですねあのー 個人的にサビの部分がすっごい大好きで初めて聞いた時からそれであの上村あかりちゃんと仲いいんですけどそうもう聞,いてあの聞いた瞬間にすぐにさあかりちゃん本人にも「この曲めっちゃ好き!」ってさああの思いをね熱く伝えたくらい本当に好きなのでぜひぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思って。 はい今回ねご紹介させていただきましたそうめちゃくちゃいいんですよそうなんかねあーこういうそうこういうなんかちょっと繰り返されるようなちょっとなんだろうこう聞いてやっぱ何回も聞くっていう感じじゃなくて私の場合はですけどそうなんかすぐ耳に残る感じの曲が大好きなのでそうとっても大好きですということでねぜひ終わった後皆さんもね聞いてみてください以上ベイちゃんの一曲でした はい続いては9月1発目のラジオ配信ということでこちらの企画ですでだん心理テストイエーイ、はい、これはあのショールームのアンケート機能を使いながらやっていくはいあのコーナーになっていますなのでね皆さんも参加型なのでぜひぜひ参加してみてくださいはいじゃあではいきますリリン <laughs> あなたがビジネスのパートナーに選ぶのは 1, 1もの静かで真面目な人2明るく愛想が良い人3落ち着いたしっかりした人しっかりした人ですね <laughs> ちょっと危ない感じですねはいそして4がハキハキした積極的な人ですはいじゃあちょっとアンケート機能用意スタートはいこちらはあなたがビジネスパートナーに選ぶのはで1が「 物静かで真面目な人、二が明るく愛想が良い人、三が落ち着いたしっかりした人、四がハキハキした積極的な人です。はい、さあさあわかるかな？そう、意外と一致が少ないですね。まあまあそれそうですよね。はい。<laughs> じゃあそろそろね、じゃあ締め切りますよ。ゴー、四、三、二。 はいということで3の落ち着いたしっかりした人が一番多かったですねはい、49.3%そして2明るく愛想が良い人が、はい、2番目そして続いてがはきはきした積極的な人そして最後はもの静かで真面目な人はいということでこちらはですね あの仕事でで発揮できるあなたの才能がわかりますいやこれはちょっとね大事かなと思ったのでじゃあまず一番じゃ少なかった1からいきましょうか <laughs> はい1はですね「物静かで真面目な人を選んだ方はですねあなたには人の上に立つ才能があります」トップとして組織をん引きするという力は <laughs> いわば仕事社会においてはい。 根源的な力に優れたあなたです頭の中で考えそれを発言するだけなら誰でもできることですが実際にそれを行動に起こせる人は少ないものですはいが原因ですねそうね、読んでてそうなんか変だなと思ったんですけどそのまま言っちゃいましたはい <laughs> はいえーとですねどこまで読みましたっけそうあ,、まあ、あの皆さんさせていただいてそうはいそこはね そうあんま書かなくていいですよはいさせていただいてはい <laughs> はい行動力こそがあなたの優れ技でありもう何事も実際にやってみることで可能性を開花させるタイプですなので日頃から動いてから考えるをモットーにしてみてくださいはいこれはですねあの嫌われる勇気こそが才能開花のポイントと言えますとのことですはいなのであでもこれめちゃくちゃいい感じですね。 なんであーでもね嫌われる勇気確かにそれは大事ですよ出すことは私はね、まあ、あ,のあんま気にせず出しちゃうタイプなのでそんな思わないんですけどそうやっぱりねちょっと嫌だなって思って出さない方もいると思うのでそこはね、はい、勇気を出して、はい、頑張りましょう、はい、<laughs> そして2番目の明るく愛想が良い人を選んだ方はあなたには影の取りまとめ役の才能あり、はい、表面的な 鉢巻きを追求してはアウトになることをあなたは知っていることでしょう表より中身を大切にして手抜きのない確実な仕事をこなすあなたはどこにいてもおのずと一定のポジションを確立することでしょうはい、なので今回はですね身を削る決断をしなければならない可能性もありますので覚悟をしてみてくださいとのことですはい、なのでまあ、覚悟を確かに 意外とねそうなすかねそう,ねそう責任とかもねそうあのー、影の人とかがねカバーしたりとかありますので <laughs> そあ B の明るく愛すのをね良い人を選んだ方は、ま、覚悟をして仕事をしてみてください <laughs> はいでは続いて C の落ち着いたしっかりした人を選んだ方はあなたは天性の人気運がある人です。人気とは 言い換ええれば人の心を捉える力接客サービス業営業職はもちろん上下関係や取引先等あらゆるビジネスシーンで鍵となる力ですあなた自身感情が表に出やすい人でもあるでしょう同時に他者の感情にも敏感で相手の喜びを優先しがちな一面もまずはそこに溺れることなく相手あっての仕事として人の心に寄り添い一人一人を大切に一方通行にならない コミュニケーションをしっかり果たすことそうすれば多くの人があなたを求めて集まってくることでしょう巡り巡って人を動かし組織や環境を変化させることもおーなるほどじゃあこれはでもめちゃくちゃいいですねこれ一番多かったですもんね CC がねそう3番が一番多かったですねうんなんでまあ 頑張りましょう、まあこれこれからも変わらずいけばね, <laughs> ねいいんじゃないですかそう明日からねそう参考にしていただいて <laughs>、はい、では続いて、はい、4番のハキハキした積極的な人を選んだ方はあなたはさまざまな力をバランスよく兼ね備えた人です。 いわゆるマルチな才能を発揮させながら大抵の役割はこなせるため若いうちは何をすべきかと悩むこともあるでしょう日々の経験からその答えが出るのも時間の問題やりたいことが見つかった時がチャンスです新しいユニークなスタイルのビジネスのアイデアなども出てくるかもしれません そして成長過程のあなたは人との出会いや所属先の変化に伴い転職や移動が多いでしょうが決して悪いことではありません変化に対応し波に乗って前進していきましょうとのことですあいいですねなんかねそう何でもこうなんか満遍なくこなせる人ってめちゃくちゃ器用ですよねいやめっちゃ羨ましいです <laughs> それやっぱたまにいるじゃないですかなんかそんなにね なんかそれを得意としてやってないし、なんかそんなれ。なんか。例えば学校とかでもなんかそんな勉強とか部活とか。でもねこう練習してないけど、なぜかできちゃうみたいな。そういるんですよ。そうえめっちゃいいなと思いながら見てたんですけど、いや羨ましいですね。そう、dd の人羨ましいです。はい <laughs>、なのでね。まあね、変化に対応してね。そう波に乗っていけば。 これからもいいということではい皆さん参考になりましたでしょうか <laughs> そうということでね以上心理テストのコーナーでしたイェイ、はい、ということで早いことにお時間が迫ってきましたここからは小さな奇跡を聞いていただきながら東京女子寮かららのお知らせですはい私たち「東京急まるまる始めてみました」。 はい、略ししててがスタートしていますこちらは、ね、メンバーがさまざまなことにチャレンジしているあの動画とかが更新されたり生配信もやっていますのでぜひぜひチェックよろしくお願いしますそしてはい、今年の東京アイドルフェスティバルが10月に開催されるんですけどそちらの日程が発表されました東京自治療は10月2日10月3日の2日間はい、お世話になりますのでよろしくお願いしますそして、明日 東京でしょネットサイン会があります、はい、ネットサイン会プラス動画プラス電話会というね一日に、ね、めちゃくちゃ詰まっていますのでどれかねそうあのー、これやってほしいみたいな <laughs> そうあの、まあ、ネットサイン会はこうサイン書いてほしいって、ね、いう方がいたらぜひぜひそちらでそうお話ししたいっていう方がいたら電話でそうなんかね 動画を見て元気になりたいという方がいたら動画でね、ぜひぜひね、さあ皆さんね、申し込んでください。これを見てね、皆さん、申し込んでくださいね。<laughs> お願いします。そうあ,あそう、そうだったとかね、忘れてたとか来てますからね、そう、忘れぬうちに、そう、今、これ終わったら申し込みましょう。よろしくお願いします。そして SNS もやっています。Twitter はみーバー東京ガールズじゃなくて TGSJP です。<laughs> はい、Twitter がみゆアンダーバー TGSJP そしてインスタグラムの方が「w e u n d e r b a r 東京ガールズスタイル w e u n d e r b a r 東京ガールズスタイルですぜひぜひフォローもよろしくお願いしますそして「#」ハッシュタグは全部ひらがなベーブルでよろしくお願いしますということで東京で知る山部美恵の「ドリーミングブルーム」次回は9月10日木曜日22時からお会いしましょうラジオ配信はまた1週間後ですそれでは皆さんおやすみよ